こんにちは、みゆこです。と前回同様、北に貴金属さんで購入したスパルタカスのチェーンについてご紹介していきたいと思います。とコメントいただいてたので、一緒にそのブレスレットとラブブレスを一緒につけた感じとかもご紹介できたらいいかなと思ってます。まず、北に貴金属さんなんですけど、私が購入したのは前回紹介したこのスパルタカスのチェーンネックレスと、あとはこちらのブレスレットですね。ブレスレット2種類になります。で、幅が 4.5 ミリの、この太い方が 4.5 ミリのタイプ。で、この細い方が3ミリのタイプです。なんか、レビューとか見てると3ミリのタイプを購入されてる方がすごくいらっしゃいました。で、実際つけてみた感じなんですけど、つけてみますね。3ミリのタイプは、私は基本、ごめんなさい。私はこの両方のブレスレットはつけっぱなしにしています。ラブブレスはね、皆さんご存知だと思うんですけど、ネジで、ここにあるネジでロックされているので、基本的につけたら外れないです。ネジが緩んだりとかしなければ外れないようになってて、その専用の、購入した時に付属されていたネジで、開閉するタイプなんで、まあね、その専用のネジじゃなくてもマイナスドライバーとかでも一応開け閉めはできるみたいです。私はしたことないんですけど、なんでかなり頑丈にロックされてて、もう半年ぐらいはつけっぱなしにしてるんですけど、もちろんネジは一度も緩んだこともないし、ブレスレットが外れたこともありません。で、こっち北にさんの3ミリの幅のブレスレットは購入して届いてからずっとつけています。こんな感じで、こんな感じですね。幅が細いので、まあ、重さもね、すごい全然気にならないし、スキンジュエリーって言って、まあ、つけっぱなしにするジュエリーとして使用されてる方もすごいレビューでもたくさんいらっしゃったので、私もそのようにしています。で、このごめんなさい、4.5ミリのタイプになると、幅自体はね、その1.5倍くらいなんですけど、かなりチェーン一つ一つのその幅だけじゃなくて太さ厚みとかも増えるので、値段もね、多分3倍ぐらいかな、変わってくるので、まあ1.5倍といえどこんな感じで結構存在感は違いますよね。で、ちなみにこちら両方16.5センチでオーダーしてます。オーダー画面は18センチになってるんですけど、備考欄で自分の希望の長さをお店の方に伝えて、そこからまあ差額はちゃんと返金もしてくださるし、金額調整して請求っていう形になるので、かなり無駄がなくおすすめです。購入して別のお店でお金を払って修理とかになることが多いと思うんですけど、普通って。そうじゃなくて、もう作る段階で、例えば18センチもいらないなってなったら、17センチとか16センチとか、もうミリ単位で、私は16.5でしたんですけど、その差額をちゃんと引いてくれるので、すごい良心的なお店だなって思いました。ただ、同じ長さでオーダーしたんですけど、そのブレスレットの幅が違う分、この見た感じの余裕も全然違いますよね。ちょっと手首の太さもね、ちょっと違うところでかけてるので分かりにくいと思うんですけど、この幅が細い3ミリタイプの方が垂れてますね。余裕があります。4.5ミリは、まあ、指1本も入らない感じ。ちょっとつけてる場所もね、ちょっと違うんですけど、こんな感じで結構ね、変わります。これはね、やっぱり幅がある分、ここね、高さが出てしまって、手首のカーブで、高さが出てしまって、その差かなと思うんで、もしオーダーされる際は、なんか一応レビューとか見てた目安として、自分の手首周りプラス2センチとか3センチにされてる方が多くて、お店の方もそのように勧めていらっしゃるみたいなんですけど、どんな感じでつけたいかと、あとね、
重ね付けとかされたい方とかだったら、例えばね、このぴったりしたラブブレスに重ね付けしたいからちょっと余裕を持って長めにしようとか、そういうのも変わってきますし、そのオーダーされるもの、3ミリのものか 4.5 ミリのものか、あとは2ミリと 5.5 ミリもあったので、それでもだいぶ変わってくるので、私はちょっと何も考えずにね、同じ長さにしたんですけど、もしこの2つを重ね付けするってなったら、ちょっと長さの違いがね、気になる方は気になると思うので、見た目も全く同じ感じにしたい。例えばこう垂らした時に同じぐらいの、この垂れ方がいいっていう方は、細い方は気持ち短めに、幅が太いものの方が、割とこう手首にフィットしてしまうので、例えばこっち細い方を16.5にするなら、太い方は17センチにするとか、ごめんなさい、していただいた方がいいかなと思います。まあ私は同じ手首につけるとは想定してなかったので、まあこれでいいかなと思って、こんな感じで紹介して。すごいキラキラしてて綺麗ですよね。本当に色違いでオーダーされる方とかも結構ね、レビュー見てたらいらっしゃって、本当に皆さん書いてて、私もすごいレビュー見ていいなって思ったんですけど、届いて本当に理想通りで、すっごいキラキラしてます。なんかいろんなブランドさんからね、ブレスレットいろんな形で出てると思うんですけど、なかなか普通のブレスレットってなんか結構細めのチェーンでダイヤがまあついてたりするものが多いのかなって思うんですけど、チェーンだけでも全然存在感あるし、むしろなんかそういうチャームとかダイヤとかついている細めのブレスレットよりも存在感はあるので、こういうしっかりしたボリュームのあるブレスレットを身につけたいって方は、すごいおすすめです。やっぱり石とかない分、お値段もね、抑えられてるし、何よりまあ北谷さんね、すごい良心的な価格設定だなってすごい思うので、おすすめです。私もね、4.5ミリと3ミリしたんですけど、なんか5.5ミリとかももうちょっと太めで存在感あって、なんか1本でもすごい決まるなって思ったし、それこそカルティエのサントス・ドゥ・カルティエ、スパルタカスっていうんですかね、ブレスレットは、そっちはもっと太いみたいで、ちょっとそっちの方はね、カルティエさんには問い合わせてないんで、実際じゃあ幅がどれぐらいなのか分かんないんですけど、北見さんの 5.5 ミリとかにすると、まあすごい長小豆の形自体はね、なんかもうほとんど一緒のように見えたので、そっちでも全然いいんじゃないかなって思います。はい、おすすめです。こんな感じでネックレスとね、合わせてつけてもすごい素敵ですし、なんか逆にそういうブランドのチャームとか販売されてるものをつけてもいいかなって思います。なんかもう本当にプレーンなね、長小豆って本当定番の形だと思うので、その別に私はね、カルティエにすごい似てて素敵だなって思ったし、そのカルティエ似てるからとかじゃなくて、もう普通にすごい長小豆って素敵だなって思いました。キラキラで実際つけてみて。で、本当にスキンジュエリーとしててもおすすめです。これもなんか届いてまだ1ヶ月半ぐらいなんですけど、ずっとつけてて全くもちろん切れないし、取れたりもしないし、3ミリの方は本当に軽くて、つけてるのが全然気にならない。なんか私は結構ね、私手首が13センチで16.5センチで3.5センチぐらい余裕があって、割とこう肘の方まで落ちてくる感じなんですけど、全然そのカチャカチャも気にならないですね。まあ個人差はあるとは思いますけど。なんでまあ、もしもうちょっとこうスキンジュエリーとして楽しみたいなら、もうちょっとフィットした長さにオーダーしてつけるのもいいかなと思います。ただ、今さっきもつけてみたんですけど、私その、この4.5ミリは16点、同じ16.5センチでオーダーしたんですけど、太い分つけにくいのと、多分この3ミリも、この16.5センチより短い位置でつけようと思ったら結構難しかったです。一人でつけるのは。誰かにね、つけてもらったらいいと思うんですけど、例えばこの、どこにでもね、つけられるように、こちらも、だるまカンナシでオーダーしたんですけど、この手首側にね、ある、この、だるまカンナシでこういう風に、どこにでも留めても違和感がないようにしたんですけど、例えばちょっと長さ調節してみようと思う。してみると、まあこの一つのね、コマの長さがまあ一概には言えないんですけど、5ミリ強ぐらいあるかな。だから1個内側のコマで留めようとすると、あ、ギリギリ
いけました。こうやって1個コマ余らせる感じ。だからこれは多分16センチぐらいかな。かなりね、でもつけにくくなります。でもこうやって垂らしてみたら、それでもやっぱりこっちの16.5センチよりかは余裕あるように見えますよね。ちょっとこうしてみて。やっぱりさっきも言ったように幅の違いで、その同じ長さを選んだとしても見え方が全然変わってくるので、そこを注意していただいた方がいいのと、あと北谷さんはね、届いてから、イメージと合わないっていう理由で返品ももちろん受け付けてるっていうふうに書いてくださってたし、あとは普通にやっぱりもうちょっと長さ欲しいなとか、もうちょっと短くしたかったって言ったら、それで返送したら、その商品が届いて多分何日以内とか、お店が事前に教えてくれるので、それだったら多分その加工代金は無償でやってくれると思います。で、長さを出す分だったら、追加でおしあの差額を支払わないといけないし、短くするんだったらその分をもう一回引き取ってもらって、差額を多分返金してくださるように書いてあったので、またお店の方でね、そう、事前に丁寧に返答くださるので、問い合わせ見てもいいのかなって思います。でもさっき言ったようにプラス2センチの長さおすすめっていう風に書いてる方もいらっしゃったけど、私がこの16センチに13センチの手首で16センチのものを留めようとしたら、結構ギリギリ留めれたって感じです。これより多分短いところではね、私はちょっと留めれるかなって感じです。まあね、工夫したら全然全く無理ってことはないと思うんで、こうテーブルに置くなりして、すごいいいと思います。で、続いては前コメントでいただいてたようにラブブレストの重ね付けをしてみたいと思います。と、私が持ってるラブブレスはこれ何ピースかな、10ピースかな、3、4、5、10ピースのダイヤがついたラブブレスで、長さは16ですね、サイズ16だから多分16センチなんだと思います。で、手首測ったところ13.2ミリとか、13センチ、13.2センチくらいだったんで、まあこれぐらいの余裕なんですけど、これにまずね、この4.5ミリのタイプの重ね付けしてみます。なんか多分幅が同じぐらいですかね、4.5ミリのもの。ちょっとラブブレ、同じような太さで付けたい方とかには、この4.5ミリがおすすめだなと思います。よいしょ。こんな感じです。16センチと16.5センチ。やっぱりね、こっちの方が幅がちょっと近い分、やっぱ5ミリの差は歴然としてますね。あとはまあ形の問題もあると思うんですけど、こっちはね、腕、手首に全くフィットするわけじゃないので、その分短いというか、チェーンなので、こっちはこう、手首に沿う分長くは見えますね。重ね付けするとこんな感じです。ただね、なんかやっぱチェーンって動いちゃうので、もし重ね付けするなら、どういった、なんかどっちをね、こ、あの前に持ってくる、手のひら側にも、手のひらじゃない、手、肘の方に持ってくるかとかで変わってくると思うんで、長さはね、そこはちょっと、まあ難しいんですけど、まあさっき言ったように実際届いてみて、つけてみて、もうちょっと短くしようとか長くしようとかをお店の方に伝えたらいいかなと思うんですけど、こんな感じです。すごい素敵ですよね。で、下ろすとこんな感じで、ラブブレスね、あんまり動かないので、形的にも、まあ私的にはこう手って下ろしてる方が多いので、チェーンが手のこっち 指先側にあった方がいいのかなと思います。こっちに持ってきてもね、例えばちょっとこっちに持ってこようと思うんですけど、多分腕こうやって持ってきても、こうやって上にね、なんか作業してる時とかは気にならないんですけど、腕を下ろした時に結局こうすごい重なっちゃってごちゃごちゃするんで、それだったらもういっそのことを動かないラブブレスより下側にこう持ってくるイメージで、チェーンの方は気持ち長めとかでもいいのかなって思います。すごい素敵ですよね。なんか、初めて一緒につけてみたけど。私なんか時計をね、カルティエのミニパンテールとか、ミニベニュアルとか、割と華奢なものが多いので、
時計と重ね付けするのにこの太めがいいかなって思って、最初に 4.5 ミリを買うことを決めてたんですけど、全然こっちでも統一感あってすごい素敵だなって思います。逆にこの3ミリの方を、一緒につけてみますね。こっちの方をつけちゃうとちょっと負けちゃうんじゃないかなっていうふうに思います。ちょっと一旦3つを並べてつけてみますね。3ミリは結構ね、思ったよりも華奢です。なんか4.5ミリのちょっと小さいとは思え、おちょっと小さいぐらいかなとは思えない。やっぱレビュー見ててもなんか思ったより華奢でしたとか、4.5ミリで太いと思ったけど全然ちょうどよかったですって書いてる方すごい多かったんで、どういうふうに見せたいかにもよると思うんですけど、こんな感じですね。キラキラしてるのでね、十分存在感はあるんですけど、ちょっとラブブレスと重ねると、このキラキラもちょっとね、なんか、キラキラしててすごい、綺麗なんですけど、やっぱ存在感がすごい薄く見えちゃいますよね。って思います。あとは、16.5で5ミリしか差がないので、すごい長く見えますね、やっぱり。もしラブブレスと同じような感じで重ね付けしたいのであれば、ラブブレスと同じようにこうフィットする感じで選んでいただいた方が綺麗かなって、なんかもしちょっとジャラジャラ動きすぎかなって、多分手首が左の方が細いっていうのもあるんですかね。こんな感じです。でも本当に好みもありますよね。なんかラブブレスつけてるのにもう一つも太いとちょっとごちゃごちゃしすぎかなって方は、もちろんこの3ミリの方がいいし、もっと細い2ミリのタイプのものもあるので、なんか逆に普通によくあるスタンダードなチェーンブレスレット、こういうスパルタカスとか、こういう幅のあるものじゃなくて、普通の、チェーンブレスレット同士重ね付けするなら2ミリとかすごいいいなって思います。細くてももうすっごいキラキラしてるので、カットがね、綺麗だなって思うので、こんな感じです。ちょっと一回4.5ミリのも外してみますね。こんな感じです。で、腕を下ろした感じが、ちょっと服が汚いんですけど、こんな感じです。でもすごい素敵ですね。こうやってちょっと高さが合わなくてごめんなさい。私結構16センチのラブブレスも結構ちょっと下に落ちちゃうので、かぶっちゃうのは仕方ないんですかね。こう、ちょっと。こんな感じで。前回の動画でも言ったように大は小を兼ねると思ってるので、別にちょっと長めにオーダーしとけば短いとこで止めたらいいし、ちょっとその分タラーンって下がっちゃうけど、私はそんなに気にならないというか、下がっちゃう分は。なんか例えば折り返して、このホックに2つの輪っかを留めるのもいいですよね、短くしたければ。例えばこの10今16.5センチのマックスのところでつけてるけど、ちょっとね、私が器用につけれないかもしれないんですけど、例えば2コママイナスでつけてみます。これね、これ2コママイナスだから、これだと11センチぐらいマイナスなのか。こんな感じ。こっちの方がなんか馴染みますよね、長さがの差がない分。でも大は小を兼ねると思ってるので、長めにオーダーするのおすすめです。じゃあちょっと息子が起きたので、この辺にいて終了したいと思います。また長くなってしまいますが、見てくださりありがとうございました。